聞こえてるかい天使たちの声がのギブの流儀この番組は BNI 滋賀市京都北の提供でお送りさせていただいていますはい、えー、こんばんは BNI ディレクターの木屋久野玲ですさあ今日も始まりました FM オーツの看板番組ギブの流儀でございます 日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるならば自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組ですこの番組は BNI 滋賀西京都北の提供でお送りさせていただいておりますはいということでね、えー、今日は1月の14日ということでね、えー、今週も1週間お疲れ様でございました もうあの正月もね、えー、かなり明けてもう平常にね、えー、仕事している方がほとんどかなというふうふに思いますけれどもいかがお過ごしでしょうかということで年末じゃからね、えー、っと高校サッカー選手権大会がございましてね年始までね、ね、えー、ちょうどお成人式の日が決勝だったのかな。はい なんとこう滋賀県代表の近江高校がです、ね、決勝まで進んだということでねうーん残念ながら決勝で、えー、3対1ということで負けてしまいましたけれども、はい、僕もサッカー選手やったんでね、まあ、サッカー選手とのはサッカークラブに入っただけですけど、あのー、準決勝、決勝ぐらい、ね、ずっとあの見てました。 はいまあ、去年の、ねあのー、決勝が、ね、ちょうど東山京都代表の東山高校が決勝まで進んで、えー、これも、ね、決勝で負けたんですよね。なんとこう全国制覇の厳しさというか、ねえー、あと一歩のところで、ね、なかなかこう刑事勢が、えー、頂点までいけないというような、まあ、そんな感じなんですけど。 けど僕らがですね、こう現役の頃、もう30年ぐらい前ですけど、30年以上前か、もう35年ぐらい前かなっていう時は、ほんまに、なんていうかな、関東、大体いい関東ですよ、もう強いとかね。で、ちょうどね、九州の国見高校とかね、まあ、その辺がこう出てきたっていうね。そんな 時代やったんですよもう,もうほぼほぼなんかこう関東一強みたいなね帝京高校とかうんまあまあ最近もずっと強いですけど市立船橋とかね、えー、静岡学園とかまあサッカーで言えばその、えー、関東っていう感じやったんですけどもう最近なんていうんですかねその関東勢をまあ普通に関西勢がこうねあのー、撃破するみたいなね っていうのが見ててすごいこう気持ちいいですね、うん、なんか僕たちがもう全く歯が立たなかった、うん、高校、ね、強豪校をこう倒していく、うん、滋賀県代表のチームとか、まあ、京都代表のチームがね、えー、どんどん倒していくというのがねまあすごく見てて愉快やなというふうにこう思ったあ年始の出来事でした。でも できたらね、えー、近江高校も優勝できたらね、すごく良かったなというふうに思いますけれども、まあまあ、あのー、来年ね、また頑張って、いい選手が結構残ってるみたいなんでね、えー、来年頑張っていただきたいなというふうに思います。はい皆さんの年末年始、えー、どんな感じでしたでしょうかということでね、今日も張り切っていきたいなと思います。 さあ今日はですね、えー、っと B&N のね、えー、ブルージャイアントチャプターからですね、えー、フラワーショップ花絵ものお中西理恵子さん来ていただいてます中西さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、森山の方で、えー、ピエリ森山っていうのがあるんですけどそのピエリ森山の一階でねお花屋さんをされている、えー、オーナーのね中西さんと今日は投稿していきたいなというふうに思いますので。うん えー、年始、えー、年始二回目ですね、えー、よろしくお願いいたします一旦チームです FMO2 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会 そして一生の人脈を得ることができますかわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木葬幸福寺媒花園はそんな望みを叶えます永久に改想せず土に還れる花と木に囲まれたお墓ですまずは市が樹木葬で検索 平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたらお父さん住宅修繕ですよ。異常気象対応の大津建材センター077-537-3591077-537-361にお電話ください。 はい、ギブの流儀です。この番組は BNA 滋賀に京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、では改めまして、えー、ゲストのねコーナーでございます。えー、BNA ブルージェントチャプターの中西さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。フラワーショップ、はい、花エモンお出ますよね。あら、ってます。お出ますよね。ね。 替えもんじゃないですよね。替えもんってよく言われるんですけど、言われる、言われます。言われるよね。言われちゃいますね。ね、花、そのまま花えもん。そのまま花。でもこの花なんですね。そうですね。このあの、あえて花の花じゃなくて、中華の、中間のカード方でね。はいはい。ここなんかこだわりがあるっていう。と、ま花使ってるとこがあったんですよね。はいはい。あああったの？花えもんって。調べてたらあって。 あったんやかぶっちゃうなと思ってあ滋賀県じゃないでしょでも滋賀県ではなかったと思いますああだからこっちのそうですね難しい方にしたという感じですかですああなるほどはいなるほどほんでピエリ森山の1階でねお花屋さんをされてるということでちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいなというふうに思いますはい、はい、えっとピエリ森山の中で花屋をしておりますえっと花屋 独立して今1年ちょっとになるんですけどお花屋さんなんですけどバルーンを結構メインで取り扱ってましてもうなんか前通る人はバルーン屋さんかなって思ってるぐらいバルーンがあってそのバルーンとお花を合わせたアレンジを得意としてる花屋さんですバルーンをもう前に飾ってるんですか、はい、そうでですねバルーンがめっちゃ並んでて月に みんんな触ってて選でくれますじゃあなんかこう子供がこう立ち止まってあそうですそうですこれ買ってみたいな感じを狙ってるわけではなくて狙ってもいます狙っていや俺ちょっとピエールボリヤマっていうとがあんまり行ったことなくて結構そのお店はいろいろ入ってお店最近いろいろ入っててそうなんですかそうなんですよちょっと前になんかすごいヤかったんですけどそうですよねそうなんですよ一回潰れてるんですよ そっからね僕全然一旦潰れてる。一旦潰れてます。ですよね。なんか8年前に潰れてます。はい。でその時ぐらいからいってないので,ああで、ね、今どういう感じになってるかがちょっと想像つかなくて今めちゃくちゃ盛り上がって,てあ盛り上がって、ね、<laughs> 盛り上がってほんまかいね本当に盛り上がってて、はい よくピエリでやってるっていうと皆さん、えあの廃墟でって言われるなんかちょっと一瞬ざわざわするんですけど今、本当に盛り上がってて盛り返してもう8年目になってるんでだいぶお店もいろんな有名なとこも入っててかなりり盛上がってますまたよかったら来てください。ちょっとかして いいたただきたいなと思うんですけどあのー、そのピエリ森山にえっ、ー、とー出すきっかけっていうのは何かあったんですか、はいうんうん、なんかもともと社長がいたんですけど、はい、その方がまず出したんですよお花屋さんをでにピエリ森山にお花屋さんがあったあ、はい、はいはいでまあそこを2年ぐらい一緒に私もスタートの スタッフとしてやってて2年間ぐらい一緒にやって社長が誰かに売りたいなみたいになっててえそうなんですよなんでじゃあ私やりますみたいなでもともとそういうふうな感じでそのんか始めたんじゃなくてホンにただ単に社長が始めてそこで働いてたスタッフやったそうですねいいつかは買取って

お金貯めてその位置からやったわけじゃないですからもうある程度軌道に乗ったというか店をそのまま引き継いだ形やから結構ラッキーなラッキーですね最初のやっぱりスタートがね大変じゃないですか僕らもそうやったんですけど全くだめでしたからね僕も。 スタート時がねもうそのなんていうかな5倍ぐらい高く見積もってたっていうかもう悲惨やったんですよだからお金って独立資金って僕も必死貯めて独立したつもりがすぐなくなるんですよねだからもうための大変やけど。 もう始めたらパーって蹴散らすようになくなっていったからめちゃめちゃ大変やったんですけど今、どうですか順調にいってんのだからお花屋さんができてからはもう4年目になってますね4年ですかほもうそこそこ認知度も上がりそうですだんだん上がってきてやっぱ最初の2年間はもう社長が全部痛い。 痛い部分をやっていただいたんで、うん、そうなんですよそこでこれでいけるってなって、はい、いただいたんでもうあとは伸びていく感じで、うん、あそうですかい今のとこいってますへえまあお,お花屋さんやからそん,なんていうかその季節ごとの中、ね、うんか、う、ね、ん、母の日とかそうです、ね、クリスマスとか,とか、ねまあ、お正月やったらこう、うん、なんていうのあるし 正月の飾りめ縄とかそんなんが結構ありますもんねありますねうんそんなんが結構売れつつもバルーンで差別化してるっていうそうですねバルーンがもう今回でいうと成人式がすごいことになってて成人式成人式で終わったん今そうですねもうバルーンみんな若い子たちが作るの 成人式の花束をあげる文化ができてきてるんですけど今成人式に花束を渡す、はい、渡すはい、はい、彼氏から彼女から先輩<ー>後輩からあなるほどはいはいそこにバルーンを入れて、うん、あバルーン入れる誰よりも目立たせるみたいな感じになっててなるほどなるほどそれがすごいことになってましたへえ結構予約が入ったってこと予約すごかったですねまたそのな,なんか 映えそうですよね、うん、なんかこうインスタとかで映えますねもうね今そんなんが結構あるからいけそうですよねバルーン、ね <laughs> はいバルーンに乗っかってバルーンに乗っかってね、はいうん、けどなんかバルーンってすごい材料費が高いって聞いたけどそうですね安くはないですね,いですねうん、うん、だからそれが結構バランスが結構大変は大変ですよね、うん、はい一旦 CM です 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます B それ漫画にしましょうあなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんか ウェブ・チラシ・パンフレットに使え集客をお手伝いしますタンデムデザインで検索スイッチ入れたらパラダイス FM オーツミーマリコですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えますこれを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売します あなたのご友人の声を FM オーツで流すチャンスです応援や時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです自作番組を放送したい方がいらっしゃったら FM オーツをご紹介ください電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける FM オーツからのお知らせでした 4年前から、ね、お花屋さん始められたということなんですけど4年前のその前は何,し、はい、何をされたんですか、えっと、あの住宅関係のプレカットっていうのがあるんですけど土台とか柱とかそういうのを刻んで工務店さんとかハウスメーカーさんに売る会社の営業マンをしてました。 全然関係ないんって関係ないですよ。関係ないです現場行ってましたそれってあれなの学校行って卒業してそういう会社に勤めたってことそれも全然関係なくて全然関係ないです。そうなんや。大学も全然もう全然違うところで滋賀県ですか出身滋賀出身愛知県です。愛知県なんですか愛知県で。大学が滋賀で。大学は滋賀県行って滋賀に来られた。そうでです えっと、最初の就職は、えっと、どこ。そうですね。そのプレカット業者ですね。プレカット業者。はい。うん。で、プレカット業者で就職をして。はい。で、何年ぐらい勤めます。えっと、六年勤めましたね。六年勤めて。はい。普通のな営業。営業で。で、バリバリと。バリバリと。されてました。はい。もう、この関西地区を。担当して。牛耳るが全然です。 <laughs> そんな感じですなるほどはいでえっとそこをんで辞めたんですかえっと、まあ、理由はいろいろあるんですけど、はい、何ですかね意外とでっかい会社やったんで自分の好きなように動けなくてああまあね大きい会社はそうですねだまさみというか、うん、あとその設計士とか工場と営業とその 3, 3つの 三角形の中でまあいろいろあったりとかいろいろあってなんでそういうのが嫌やなと思って自分でお客さんのためにやりたいようにやりたいけどそれができなかったそれができないとありますよねんかサラリーマンのそうなんですんていうかねそういうもどかしさっていうかもっとお客さんのためにやりたいみたいなのがあってそれが募り募ってやめたはい で、やめて。はい、やめて、うん、花屋です。あやめて、今の。<laughs> あのー、う,うまく、そういう話があったってことですか。そうですね。そのやめたのも。うん、その、花屋のさっき、話で出てた社長っていうのが、うん、私の。プレカットの営業先の。 お客さんんだったですよなるほどねその人は材木屋さんなんですけど材木屋さんやっていろんな事業をやる人で次花屋事業やるからやるみたいな一緒にやるみたいなうんなるほどなるほどそれは一つの出会いですよねんかこうもうそれは大きな出会いでしたね前のねプレカットの仕事がなければ今もないみたいなそうですねそういう感じですもんねうんなるほど。 でえっと花屋ってどうですか実際なんかこう、うんうん、すぐできたんですかそうですね意外となんか自分も作ることが好きだったので、うんはい、意外とすぐにすんなり合ってるなって感じでしたね合ってた合ってましたあ<ー>意外と合ってましたなんか あのー、見た目いいじゃないですかその花お花屋さんって。けどやってることって泥、うんまあ、臭いというか、はい、その花の命って短いしすぐ売れな,ないこともあるだろうし、うんうん、どうなんかなっていう,う、ね、ああの僕も周りの,そのやっぱり p n n メンバーも含め。うん <laughs> うん お花屋さんのことを今考えてるんですけどやっぱり、ね、なんていうかなあのーまあ、ぶっちゃけ言うてもうからへんでみたいなそういうイメージっていうかねあるんですけどどうなんですかそれは。儲かるか儲からんかで言ったら多分そんなに儲からないと思うんですよ。そのね ややりり方方次次第第だと思うんですけどそのまあまあ一つ一つ作ってお客さんに提供してとかだけをやってたらやっぱり儲からないかなとは思いますね<ー>こんだけ<ー>この4年目に突入して、うん、それは感じてますね。まあ例えばその「お花ください」みたいな人をずっと相手してると。うんうんうん まあ、それなりに終わってしまうっていう感じですかそうですねそ,そこをこう、うん、どういうふうにこう努力すれば、うん、あの売上が伸びるると睨んでるんでですか、はいうん、と私なんかお花屋さんなんですけど、うん、結局結構バルーンに力を入れててあ、はいはい、そのバルーンとお花の組み合わせっていうので、うん、まあ他者と差別するのはもちろんなんですけど。うん あとは全然もうお客さんを変えて企業さんとか,なんかそっちにメインに行きたくて,たくてなるほどなのでバルーンとお花のディスプレイやったり、うん、イベントでバルーンを飛ばしたりとか、うんうん、あとそういう装飾をしてほしいとか結婚式の装飾してほしいとかそういうのを結構やっていきたいなって思ってて。あウェディングとかそういうい ことかそうですねウエディングもいいですしうん普通にちょっとしたイベントとか。イベントってどういうことイベントはあのバ,ルーンをバルーンリリースってよくあるんですけど、うん、何百人何千人とかが集まる時に、うんうん、バルーンを一人一個持ってもらって、はい、で一斉の出で話すっていう。 で、それを飛ばすっていうのがもうそれだけでイベントになるんですけどえ <laughs> 一斉の話は全部バーッて飛んでまうのめちゃくちゃ綺麗でああ、ね、ってなって何,個え何人ぐらいって言って多ければ多い方がいいんですけどそりゃそうよね、はいうん、まあそれは1万人ぐらいいたらすごいです後継になる。千 でもなかなかななすすごいですねあそうなんや、うん、もうなんなら結婚式とかやったら50人とかでも全然綺麗ですねああああああそれをなんかこう、ね、ドローンでバッと下からバンって撮ったら美しそうですよね、うん、めっちゃ美しいと思います、うん、えそれをやってるのそれをやってるんですけどそれをもっとやっていきたいっていうああバルーンのイベント <laughs> はいああなるほどなるほど、まあ、僕の知り合いでそのバルーンアーティストみたいなえっと <laughs> 人がいて、あ、その人はあのえっとバルーンをこうクルクルクルっとこう作って、んなんかこう病院の子供たちに回ってるみたいな、そういうビービーエヌメンバーでしたけど、その人も結構そういう人はいらっしゃいましたけどね。んそんそんなんとは違うんですが、そのなんかうんそうですね、作る風船でピュピュピュってこうピュはちょっと私ピピ,ピピュでできないんですよ。あっそうゆっくり 時間かけたまあでも作るのは作れるっていうことなんですよねはいうーんなるほどなるほどまあちょっとこう普通のお花屋さんができないっていうか、はい、そういうことをこう踏み込んでるそうですね感じなんですね実際その感触としてど,どうですかその バルーンを入れてバルーンを入れて店のその普通のお客さんに対しては、うん、すごい反応はいいですねあのやっぱりバルーンとお花っていうのがあんまりないらしくて、うんうん、バルーンだけとかお花だけはもちろん花屋さんがやってるんですけど、うんうん、そのバルーンとお花で組み合わせてプレゼントできるっていうのとか。うん あとバルーンに文字が入れれたりするんですけどそれがすごい人気ですねうん,うんバルーンを入れることでちょっと値段が上がったりするんですかあむしろバルーンは大きいんでお花一輪高い時だと400円500円するんですけど、うんうん、バルーンはもうこんなもう抱えるぐらいのサイズも400円500円、うん、安いの、ね、安いんですよ<ー>なのでどっちかというとバルーン入れた方が、はい お安く、大きく作れる。ええ<ー>。っていうので、人気です。あ、そうなんですか。そうなんです。バルーンの中に花入れたあかんすか。入れてるんですよ。<laughs> 入れてんの。入れてるんですよ。これパーンってこう、割ったら花が出てくるみたいな。あ、もう、そんなもんね、あるんですよ。あんの。割らないんですけど。割らへんよ、ね。あんまり。割らない。<laughs> <laughs> そのまま飾っていただく。も、ま、う、あ、割ってもいいんですけどね。見えるの。 透明のシャボン玉みたいなバルーンの中に本物の花は入れれないんですけどいろんな事情でお水がないとだめなので増加を入れるんですけどそれがすごい人気ですね割るってていうの初め聞きましたね割ったら増加が残る。 でもいずれ割れるもんな <laughs> いずれしぼんできますねそうやんな、はい、うんまあそういうそうかそういうことを考えるといろんなこう可,能可能性っていうかどっからその着想を得たんですかそのバルーンっていうのはそうですねもと好きだったんですかもともと別に好きでもなく好きでもなかったですねんでだったかな,なんか 多分お花屋さんでちょっとバルーンを置いてたりするのはもう多分何十年も前からあったんですよ。うんうん、でそれを見て「うん、いやこれもっと流行るやろ」っていうバルーンで、うん、って思ってバルーンを多めに置くようにしたんですよそのピエリの店で、はいはい、そしたらやっぱり反応が良くてでそっからやっぱバルーンいいよなってなって、うん、自分の中でもどんどん好きになってって。うん バルーンメインでそこにお花とアレンジできるよっていうふうにしていきましたねう、うん、もう自分でこうあのバルーンを入れていったんや、うん、あそうですね面白いですよね、うん、なるほど一っだからピエリ森山にとりあえずねあの皆さん、はい、あのぜひ <laughs> ピエリ森山のど,どこにあるんですかえっと右の方っていうか右の方 <laughs> どっから見て右正正面から見て正面かからら見見てて右,右徳屋さんがあるんですけど一番、はい、右に、はい、そこの隣にありますすぐ正面向かいというか結構目立つとこにあ,るあそうですね結構人通りは多いところにあります,そうすか、うん、分かりましたぜひちょっとね一度あのバルーンをね、えー、バルーンプラス花っていうね、うんえー、お花屋さん花 花江も見に行ってあげてください。はい、よろしくお願いいたします。bni の話を全くね。あのしてなかったので、<laughs> 中西さん来週も来ていただいてもよろしいですか？はい、はい。じゃ、あ来週ね。あの bni の話をねしていきたいなというふうに思いますえー。今週はありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあいかがだったでしょうか？気分の流儀、今週はお疲れ様でした。来週もキバーツケインの精神で頑張りましょう。では、おやすみなさい。